道成寺はさまざまな伝説に基づいているということを申し上げましたけれども、全体の構成を、まあ、こんなふうにもうご案内の皆様もたくさんいらっしゃると思いますけれども、こうして掲げてみました。本日は長唄の皆様にご演奏いただきますので、一番最初の義太節による道行きのところはございませんです。ですから一応0番と仮につけましたけれども、初演以来ですね、義太節による道行きというのがつくということになっております。で、乱拍子に始まりまして、中継の舞があり、手踊り、マリウタのところがあり、花笠の踊りのところがあって、まあ一般的に申しますと口説きというのが歌の一番の聴きどころ、まあ聴かせどころというふうに申します。その後山属し、踊りがつきますと括弧の踊りですけど、六代目菊五郎などは大変皮肉な人ですので、口説きというのはあれは歌の聴かせどころで、踊りとして難しいのは括弧のところだと、まあ、いうふうなことを、まあ、言ったんだそうですけれども、まあ、その括弧のところが山属しで、でその後に手踊り、まあ、ただ頼めと俗に、まあ、歌い出しの文句から俗称しておりますけれども、そのただ頼めというところがあり、やがて鈴太鼓というところがあって、そのうちに、まあ、本性を表して鐘入りと、まあ、いうことになります。で、本日は一番最後まで、その後、鐘を引き上げて蛇体、そして祈り、押し戻しというところまで、本日は演奏をしていただきます。Oh, dear.
Yeah.